こんにちは。えぐいってきてる。えぐい？試験お疲れ様です。よいしょ。なんだっけ。ポストする。できたかな。こんにちは。かわいい、ありがとう、みとさん。ありがとう。やっぱ死後で期間。死後で期間ある。大人優香でございます。メガネは外しました。メガネバッグの中にポンって入ってますよ。だってね、今日はお話し会でね、メガネだったから来てくれた人限定です。動いてるメガネはね、まつげめっちゃいい感じ、朝やったにしてはいい感じですね。こんにちは。ありがとう、楽しかったです。ギャン上げまつげ、なんかね、だんだん落ちてきた。朝結構ぐるんぐるんだったんだけど、だんだんね、すごいさ、風さ強くてさ、めっちゃいい感じに立ち上がった。逆に、こんにちは、似合うお羊さん、ありがとう、ありがとうございます。オンライン個別オンラインサイン会は私がサインを書き終わる時間プラスぐらいかな、多分。サインはその場でおそらく書き終わると思います。書き終わる、終わってると思う。目の前で描けますからね、嬉しい。前髪なんかね、本当は今日前髪上げるつもりじゃなかったんだけど、あら嬉しい、可愛すぎてだって。明日初オンラインをよろしくね、博多弁の日だね。お、直筆嬉しい。そう。そう、髪上げるつもりじゃなかったんだけど、朝前髪とかセットせずにね行ってたのね。そしてなんか前髪最後にしようと思ったら、なんか案外分けててもいいかなとか思って、そのまま飽きちゃいました。オムライスいいね。大人っぽくなる、ありがとう。しほなちゃん、I love you。 ありがとう、思いを届け、ありがとうございます。少しタイム最後の方にするね。毎日おもかつ最高じゃん、めっちゃいいや。オムライス美味しいよね。こんにちは、ユニバ、ユニバ。ユニバいいね。私も一回行ったことあるかな。同い年に見える、同い年。タイピング、今日の自分だったらちょっとクチ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 
うわーうわー、いやーすごい、わあすごい、かわいい、ありがとう、キャー、かわいい、かわいい天使のクマちゃんだ、オベロンさんありがとう。いい感じに撮れたかな、なんかいい感じ、なんかハマれてたかな。今日はありがとう、こちらこそ、朝からリアユカちゃんに挨拶できてよかったよって、ありがとう、嬉しい、こちらこそ。もう本当に昨日もね、今日もね、本当に配信もだし、オンラインでねお話できたのもめちゃめちゃ嬉しかったですよ。顔見てお話できるって嬉しいからね、たくさん話せて嬉しかった、ありがとう。たまもまたいっぱい話そうね、ありがとうございます。メガネもね嬉しい、よく似合ってたって、そう褒めてもらえつってありがとう。おそろメガネだったね楽しかった、ありがとうございます。またよろしくね、ありがとう、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日ね、私ねびっくりする夢見たの、自分的にね。ルタさんお話し会、お、ぜひぜひ待ってます。だからなかなかアラーム鳴りやまないなと思って、朝ね今日本当にアラームが切れなかったの。もうなんかかけても、あ、違う、止めても止めてもずっと鳴るし、あ、壊れちゃったと思って、はあって思ったら、それがずっと夢で30分ぐらい鳴ってるのに、アラームが今日感覚の中で夢だったの。アラームが鳴りやまないっていう夢を見てて、止めてるつもりなのに、そう夢の中で起きてるの、止めてるつもりなのに止まらないと思ったら、止めてなかった、夢の中で止めてたから実際鳴ってて、めっちゃめっちゃ鳴ってて、でも私夢の中では止めてたの、めちゃめちゃ。だから現実で鳴ってて、夢の中で鳴ってると思って止めた気でいたの、夢の中では。でも現実では止まってなくて、なんで止まらないのって、もう壊れてるって思ってたら、気づいたらお家出る1時間前で、はっって思った私今日1時間半前に起きようと思って、その30分こうだだこねてた時間イコールこう夢の中で30分止まらないよって思ってた時間、もうね起きた時びっくりした、はっこんな時間だっていうのプラス、あっアラーム鳴ってるっていうはい、テッピーさんよろしくお願いします。 FF さんも初めまして。もうねびっくりしちゃったよ朝から、本当にびっくりすぎる、夢と現実まだ合ってた、めちゃめちゃこんな仕事的なの、確かに仕事的っぽいのに、うん、起きてからやっと起きれましたけどびっくりして、そうだよ、もう寝起きはね大抵びっくりして起きてる、アラームにびっくりするか時間にびっくりするかで起きてる。うん、朝なんて特にね一緒になりやすい、私はなんか朝が得意じゃないからこそ。ドラマ、確かにドラマ的な、今日ドラマ的な朝を今日は迎えられたということでそういうことにしよう。こんにちは、思いを届け、ありがとうブロトリーさん、ありがとう。アラーム1回で起きれるの本当に羨ましい。
黒電話と警報の半々ですね。半々です。あら、しのちさん虹ありがとう、ありがとうございます。なあちゃん、I love you、 ありがとう、ありがとうございます。今日ね、お話からハッピーバースデーの方多くて、そう、あ、コメント来た、待ってたよ、ありがとう。他にもいらっしゃるかな、どうだろう、いらっしゃるかな、ぜひ教えてください。では行きます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、リアシのおじさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。嬉しい、今日お話できて嬉しかったです。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。素敵な一年になりますように。おめでとう、皆様ありがとう。ね、おめでとうだね、ありがとうございます。パチパチ、今日感謝の日なの。感謝、いつも皆さんに感謝いっぱいですから。映画今やってるよね。そこの情報までは知ってる。さっきっちーさん、はじめまして、二度目まして、よろしくお願いします。あ、サンキュー、サンキュー、なるほど、サンキュー。りゅうた、じょうさんさん、お疲れ様です、ありがとう、よろしくお願いします。福岡のおすすめはね、いっぱいあるね。それこそ福岡の、あの取材させていただいた日の夜にね、あの空港近くにあるんだけど、ミスタージョージっていうハンバーグ屋さん、あやみんが行ってて、私も知ってたんだけど、みんなで行こうってなってハンバーグ屋さん食べましたね。美味しいハンバーグです、ミスタージョージ。おお、サイン会ありがとう、嬉しい、応募ありがとうございます。あ、はじめましてで、だるまもありがとう。ミスタージョージハンバーグ美味しいよ。あ、ログアウトされてた、あ、なるほど、ありがとう、いつも見てくれて。レモンさん、はじめまして、メガネ姿、ね、お話し会ではメガネだったよ。まあね、皆さんいろんなスケジュールがありますから。緊張して話せないかも。全然緊張しなくていいのに。そうしないで、体調めっちゃ元気だよ、元気。私は花粉症じゃないということをね、やっぱり実感しました。花粉症ではない、寒暖差は激弱だけどっていうね。ということを知りました。初めてのお話し会がゆかちゃんでよかった、嬉しい、ありがとう、こちらこそだよ、ありがとう。美味しいよ、めっちゃ、そうハンバーグめっちゃ早く出てくるの。入店する時のとか車でその駐車場入る時にもう人数確認されてて、もう焼き始めてんのハンバーグを厨房で、なんかめっちゃ出てくるの早いっていうね、で有名なハンバーグ屋さんです。明日楽しみに待ってるね。
明日は博多弁の日ですから、博多弁練習しないと。久しぶり、ありがとう。テレビでもやってたね。そうそう、テレビもあってました。写真会ね、撮影会楽しみ。大人っぽい巻くとね、多分雰囲気が変わるのかな。レグルさん、思いを届け、ありがとう、ありがとうございます。こんにちは。あら、博多弁もちろん。喋らせないまま終わっちゃうの。方言、方言、方言。顔がね、そう、動画なんだよね。旅行楽しかった？そう、博多弁の日。あゆみと話すときも、いや全然標準語ですね、ほぼ。あんま、なんかあゆみだから博多弁出そうってはあんまなってないかも。なんかもうメンバーと話すときに、まあ、標準語というか、まあ、方言使わずに話してるから、うん、逆に難しいかも、あゆみんだけ博多弁っていうのが、切り替えが。オンラインサイン会はそう個別話し会みたいな感じで、その時に私がサインを目の前で書いてるよっていう、画面の中で書いてますって感じですね。方言どうだろう、みんな地元に帰ったら方言って言ってる。方言もともとある子はね、私もそう、地元帰ったら方言喋ってるかどうかも分かんないぐらいに方言喋ってる。あの無意識、無意識です。うわー、え、かわいい、え、すごい、ありがとう、すごい。しかもワンちゃんから猫ちゃんになってる。っていうか猫ちゃんとワンちゃんか、後ろに隠れちゃってんだ。しのうちさん、ありがとう、パワー2つ。じゃあワンちゃんと猫ちゃん、猫ちゃんとワンちゃん、ありがとう、嬉しい。しのっちさん、いやもう本当にね、こうこうしてね、あの今日お話し会もくれてありがとうだし、お誕生日を当日をね、あのこうやっていっぱい何回もね会いに来てくれて、たくさんお祝いの気持ちでね、私はお祝いできてすごく嬉しかったです。ありがとう。またね、来年再来年何年先もいっぱいね、おいた、ずっとずっとお祝いできるようにこれからも頑張るね。しのちさん、ありがとう、明日も楽しみだ、パワーありがとう、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こちらこそ、こちらこそのこちらこそ。ありがとうございます。サンキューの日だからね、可愛いとね、タワーが可愛い、ありがとう。水色、ホワイトデーのギフトだよね、青で、ね、可愛い。ニアジャイとヨカちゃん溢れる一年に、ありがとう。もうお腹いっぱいってなるくらいニアジャイで溢れさせたい。こんにちは。おお、どこへ向かっているのかなんて、嬉しい、ツアーだ、ツアー、ツアーかな、ツアーだね、ありがとう。満足が夢の涙きれいだけど継ぐこともないのに、ニャリコールジョン君ありがとう、と思いを届け、ありがとう。自分の行きたい場所ができたから儚い道進む、誰かに反対されたって僕は行くしかないんだ、言えないで、うん、見ないで滑るがない、
ありがとう。わあ、すごいたくさんキラキラのギフトを皆さんありがとうございます。名古屋弁何あるのかな。周年ライブのカバー曲難しかった？難しかったのは、インフルエンサーですかね。キュンも難しかったです。そう、インフルエンサーは多分もう言わずもがななんかもかもしれないんですけど、振り1個飛んだら追いつけなくなるので、それがちょっとドキドキでしたね。あと今までそのなんだ、初めの振り入れの日とかはあんまりできなかったけど、だんだんできるようになってたのね。そうなのに、本番のリハーサルの時に振り飛んじゃって、はっっていうのが最後の練習だったの。練習というか、はっ、もう落ち着くしかないんだけど、だからね、本番前まで結構ドキドキだった。振りを考えれば考えるほど振りは分かんなくなるんだけど、振りを分かんなくなってしまったらもう終わりだと思って、一個一個は分かるのよ、でもなんか分かんなくなってきちゃう瞬間が来てしまって、結構本番直前もドキドキしてましたね。インフルエンサーはそう、でも本番振り飛ぶことなかなかないけどね、はっってなった。だから練習でよかった、それがリハーサルでよかったです。そうそう、リハーサルのありがたみをねひしひしと感じました。はい、キュンは初め片手振りマイクと右手だけの振り入れだったんだけど、急遽両手振りに変わって、そこからおやおやってなってた。なんだっけって、こう、あ、こっちか、あ、この振りだみたいな感じで、一時期の方が追いついてくれなかったんですけど、そう、もうどちらも失敗することなくいきました。わさん、はじめまして、よろしくお願いします。そうなんです、歌ってるとね、意外とここが固定になるから、片手振りだけでも違和感感じることはないけど、歌割りがない時とか、他のどの楽曲も歌割りがない時にここにあ、なんかあるとちょっとあれかな。ジョイの曲も歌割りない時は両手振りだったりするので、指先が動いてないだけで、こうマイク持ってるだけでこっちとか動いたりするからかな。アシャニブよろしくね。そうなんですよ、ハンターさんはじめましてよろしくお願いします。みたいに光と影が生まれて、君を探してばかり、距離は縮まらない、重力引力見かねて、1から10まで君次第、存在するだけで影響が垂れてる。インフルエンサー、インフルエンサー、
雰囲気立ってる。よかった。ありがとうございます。チカラッチさん、はじめまして。よろしくお願いします。わあ、ありがとう、ありがとう。オベロンさん、ありがとうございます。ありがとう。チャーちゃんも、思いを届け、ありがとう。皆さんもハートとかマシュマロとかとかありがとう。まあ1ヶ月前ですよ、まだ1ヶ月も経ってないか、まだ覚えてますよ。飛び出た動物、何をしてますか、こんな風に青を駆け回ってるなら先ほど、あ、お誕生日、こちらでもお祝いさせていただいてもいいですか。いきます。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアエイプラムズさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます。ありがとう、今日も会いに来てくださっておめでとう、嬉しい、ありがとうございます。皆さんもお二人いらっしゃる、お誕生日の方が、皆様おめでとうございます、ありがとうございます。あったか配信でございます。お外は寒いけどルームの中はあったかいね。わあ、ありがとうございます。ってこちらこそです、ありがとう、こんにちは。ありがとう、皆さんもね、あったかい、私が寒がりだから、寒がりなんだよ。あとちょっとだけあったかくなってほしい。日差しがあっても風があるとさ、困ったもんだ。夏は夏で暑いけどね。難しいね。でも寒いのから暑いのになる春か、暑いのから寒いのになる秋、どっちが好きかって言われたら、寒いのから暖かい方になる方が好きかも。だんだん着込んでいくの、なんかね、秋服がね、めっちゃ一番秋服が私のね、どのシーズンも可愛いですけど、あの可愛いと思うのは秋でも、うん、秋はなんかファッションの着込み方が難しい。可愛いけどこれちょっともう寒いかなみたいな。去年さ、秋服っていう時期なかったよね。暑いからさ、寒いになったよね。秋服が一番好きなのは好き、服的に。いや、もう夏も冬も春も好きなんだけどね、どれも決められないですが。ね、最近秋らしくない。そう、秋らしくない。大人っぽい、ありがとう。大人ゆうかちゃんと聞いてきました、よかった。なんか皆さん拡散ありがとう。マナーさん、はじめまして、よろしくお願いします。春服、あ、何着か買いましたかね。今月は私服の日が結構多いから、あと何日、明日何の服着よう、考えよう、あとで。あ、ペンギンさん、あ、後ろ向きも、え、
かわいい、ありがとう、嬉しい。待って、しげちさんタワーだ、ありがとう。ペンギンさんありがとうございます。今日は今日もね、あのオンラインお話し会本当に楽しかったです。もう私のさ、なんかいつもさ、マシンガントークが止まらないなっていうね、マシンガントークが過ぎるなっていつも思ってるんだけど、素敵な笑顔でたくさん聞いてくれてありがとう今日ありがとう、こちらこそありがとう、嬉しい、また会えるの楽しみです、ありがとう。ペンギン、ペンギンの後ろ姿のも可愛かったあったまり配信、ポッカポカ。気温何度ぐらいですか、私のルームは。どんぐらいあったかいこんにちは、髪型ありがとう、巻いていい感じに今取れてきて、お 41.7、 絶妙にあったかい。4000度、熱い。4000度ってさ、コップとかも溶ける。初見です、ちゃちゃいいさん、はじめまして、よろしくお願いします。お、あったかい、いいね。あ、ポカポカ陽気って感じだね。23度、いいね。猛暑日くらい、あっちっち、あっちみたい。リーチ、あー、ありがとう。私も早く覚えられるようにね、頑張るね。いっぱい皆さん覚えたい。やっぱ会いに来てくれたり、いっぱい見かけたら、そのいろんな声、配信もだし、ツイッターとかもだし、あの目に入る数が多かったら、その分早くは覚えられる気がしてます嬉しい。あさ目に入る、やったー嬉しい、目に入ってくれてありがとう目に入る、目に入る。いっぱい話してくれるゆうかちゃんに助けられてるよ、本当にありがとう。こちらこそだよ、嬉しい、いっぱい聞いてくれてありがとう。楽しい、楽しいよ、たくさん来るの、ありがとう。いっぱい結構ね、あの配信で、まあ初めましての方には限らないけど、あの配信で印象に残る方とかいらっしゃるのね。その一人とかじゃないけどね、何人もいらっしゃる中で、あ、覚えられそう、今日覚えられてきた、あ、次また会いたいってなってる方ってめちゃめちゃいらっしゃるのね。そう、自分かもって思った方、自分です、そういらっしゃるんだけど、それからまあ私が毎日配信してるから、そのまあ、次の日またすぐお会いできる方もいらっしゃれば、気づけば1ヶ月2ヶ月後とかになると、あの、まあ、1日2日、まあ、1週間とかだったら、あの全然大丈夫なんだけど、その思った日から期間が空きすぎちゃうと、またね、まあね、もう一回初めましてみたいにならないことを私も願ってはいるんですけれども、やっぱりこうだんだんね、はーってなっちゃうから、いっぱい会いに来てほしいですそうそう、あの配信で覚えて、オンラインお話し会で初めましてですっていう方とかでも、結構配信で覚えてるから、そう分かる方とか多いです。そう、うんうんうん、
ろんな方が来てくださるからね、ありがたいですよ本当に。ありがとうございます。ね、いろんなね思い出が増えれば増えるほど皆さんのことを皆さんのことを知る、たくさん知れれば知るほど私のね記憶も濃くなっていけるから嬉しいです。マルハヤでまた行きます、待ってます。待ってるね、ありがとう。悩んでる？博多弁だよ、博多弁ね。自然な、自然な会話って言ったらすごい難しい。自然な会話じゃなくて、なんだろうな、会話してると、自然じゃなくてもいいんだけど、会話、会話してると博多弁出やすい気がしますね。そう、あとあれだ、博多弁はタメ口じゃないと基本出ないから、明日はほぼほぼタメ口だと思います。うん、いつもの会話ですかね。聞こうじゃないかもね。みっちゃんや過去評のみゆかちゃんおとなしい。嬉しい、ありがとう。コーヒーね、飲む時と飲まない時あるけど大人だって、ありがとう。お、ハモリ、おお、あ、ハモリの話したね、ありがとう。記憶があるよ。茶柱さん、思いを届け、ありがとう、ありがとうございます。明日はタメ口の日だよ。え、皆さんもね全然敬語じゃなくていいんだよ。そう、全然ゆかちゃんが敬語だから敬語でお返しというかお返事じゃなくても全然ね OK ですからね。メリーお母さん、こんにちは、はじめまして。あら、ハマりまくってる。ありがとう、やったー。ちょあふれ出るリスペクトだなんて全然なのに、ありがとう、嬉しい。全然いいですよ、敬語混じっちゃう。私もそんぐらいかも、なんか半々だと思う、半々か7364ぐらいの割合ですかね、敬語がちょっと多いかな。福袋ありがとう。ね、そうなのよ、なかなかね。お、なんかいっぱい来てる、いっぱい来てる。緊張して胸合わせ張っていいよ、慣れてからでも全然無理してね、慣れようとしなくてもいいと思う、その緊張をね。そうそうそう、緊張するのもいいことだと思うから。まあね、絶対敬語じゃなくてなんだ、たん敬語じゃな、ない方がいいとかそういうのはね私全然気にしてないので、皆さんが話しやすい話し方で全然来てもらって、来ていただけると嬉しいです。でもなんだろう、タメ口がいいけど失礼かなとか、そういうね、そう思っちゃってる方とか思われなくても全然大丈夫だよっていう話です。そう、全然気にしないでほしいです。うん、楽しかったと思えれる。全然優しくなって、全然ですよ、ありがとう。こんにちは、
ちろん皆さんがなんだ話しやすいのが一番ですからね。博多弁勉強、おお、ありがとう。博多弁いっぱい出せるように私も頑張ります。まあ出せるようにとは言いますが、あの私もこってこての博多弁は日常的に使ったことがあんまりないので出ない可能性はあります。まあ皆さん一人につき一個は出せたらいいなとは思ってる。せっかくなのでね。マー君はじめまして、よろしくお願いします。対面も嬉しい。一番聞き逃しやすいのはなんとかやけんが聞き逃しやすいと思うので耳を澄まして聞いててねもし1回までってわけじゃないよ。1回は1人1個か、そう1個は皆さんに、うん、一人一人にこう、そう1回ん1回で1個、1回の話し会で、そう最低でも1個は絶対出すぞの意気込みではありますそうそうそう、語尾とかね、私がもう福岡の人と話すと本当無意識な感じで、あ今博多弁だって思う瞬間って本当ないから、そういうので自然と流れるように言ってる場合もあるかもしれないね。次の曲も差し立てない遠くのくらいよ。あ、皆さんも博多弁できたらって、その明日はもう博多弁だぞっていう意識をしてるので出ると思います。皆さんが何弁であろうと博多弁は出ると思うありがとう、私のことまで考えてくださって。うん、地元はね、そう、ライオンの衣装ね、私たちも久しぶりじゃないけど久しぶりの感じがしました。結構本ブロックというかニュージョイブロックをさ、ライオン衣装でするって思ってなくて、あの私の予想ではだからといって何の服か衣装かっていうのも予想はしてなかったんですけど、そう嬉しいです。やっぱさ昔の衣装ほど着る機会って少なくなってくるから、まあ、初期のというか一番初めのあの制服なんだ、黄色のリボンのあれはなんかなんだかんだでたびたび着てる気がするけど、それ以外はニューリーコールジョイの衣装とかフラジールの衣装とかなかなか着れてないので、大空も君夢もスイートは一時期すごい着てたけど、やっぱそれなりにエグザルトもね、うんうん、着てなかったりするから嬉しいね。あのどの衣装も本当に大好きなので着れるっていうのが嬉しいです。そうアンコールが君夢のスカートだけね、君夢だったのでそれも懐かしいなって思いました。スカートだけね再来して、そうそうそう、ジーンズとさ虹のロゴのさ、そのコンサートのログあったじゃん、もうぴったりだよね、めっちゃ可愛いんだけどT シャツ超可愛いよ。なんか私のお洋服のっていうかお家のハンガーにかかっているニアジョイ T シャツがどれも可愛すぎて、あー可愛い、あーこれツアーだとか、あーこれ2周年だとかあのファーストコンサートだとかね、そういろいろあって楽しいですこんにちは。
衣装もロゴも全部好き。本当になんか嬉しいよね。皆さんに風船は見えてた？見えてる方も多そうだった。私のまあ括弧仮のねマークが虹と風船だから、の私のマークをねつけてくださってる方とかはきっと虹じゃなくて風船も見えてそうだなーって思いながらね見てました。はじめまして、のぶにゃんさん、よろしくお願いします。コメントまでありがとうございます。同い年だよ。前髪だよ。前髪をねこうやってしたらほら切ってないのがバレる。結局ね切らなかったのさ。そう、明日は切ってると思う。服装的に2回連続多分こういう系統はしないと思う。さすがに話してる気がする。気分的に。本当かな？本当だよ。伸ばしたり、いつかはね、なんだ、シースルーバングみたいな、合ってるかな、してみたいなーみたいなのはあるけど、まずねちょっと前髪がそれをするには重いし、まあそんなご相談をまずしてはいないし、そう、全然伸ばすだっていうことを大人の方に一文字も言ってないので伸ばさないです。アップルウォッチ時計ね、腕時計あんま見ないんだよね。使わないね、使ってないね。一応私もお家に持ってるけど腕時計そう着てないかも。髪型、あ、結ぶ系はね、いろいろまだまだ試してみたいものとかありますね。ついてるスキャットウィンクだってあんまりね。すごいいっぱい来てる。なんでこれ、にゃん、うん、大丈夫だった。モーメント、私ねアプリの通知の取り方分かんなくて、一回始め通知許可しないにしてから通知来ないの。メンバーのもだから私がアプリを開かないとメンバーの見れない、気づかない、投稿されてるかどうかが。そう、お、ジョイチェック70ありがとう。ポニーテールの印象嬉しい。ポニーテールステージだとね、ザとねステージだとポニーテールが多いんですよね、なんだかんだで。なんかね、設定をね開くのが怖いの。分からずさポーモポーポーさボタンとか押してたら結構怖いじゃん。意味も分からない、意味を理解していない設定をオンとかオフとかにするのが怖くて触れない設定画面どうしたらいいか分かんないもん。怖いよでしょ。怖いのよ、全く分からないから怖いんです。ジョイちゃんの0時付近のモーメント通知みんなね、そう0時前に投稿する系が、夜ね、あモーメントをしようってなる。私はちょっとここ数日上げれてないんですけど、上げれてない分ツイッターには写真は投稿できてた日もあったから、どこかでは私の生存確認をねしていただけると。そう、おお、一
1年7ヶ月も推しメンでいてくれてありがとう。もっとね長いかもだけど、ありがとう。前髪なし、よかった。今日いい感じに流れてくれたのでよかったです。見えるこの藤二重の感じ、私でここ1センチ幅があるから、こうここまでデコなの。藤二重すぎて、あ目今めっちゃ乾いた。デコの長さってなったらこことここでこう1センチ違うっていうのが私の特徴。おでこ綺麗か？よかった。ありがとうございます。そう。昔はね、ちょんまげにしてお家生活してたりしたけど、そうするとね、日中ちょんまげにして夜配信とかするともうね、髪の毛すごいすごいすごいことになっちゃうからなっちゃうので、辛いですね。りんごちゃんよりは結ぶ場所が狭いかな。りんごちゃんは多分この辺一体取るんだけど、前髪のこのほんとこれだけを結んでこうやって上にするっていうね、してました。跡がすごいつくの。あら、バイトお疲れ様だ。いつもありがとう、今日来てくれて。家だと私めっちゃピンで留めてる前髪ね。一つ結びのピンで留めるっていうかね、私の前髪ちょっと水に濡らしたらこうなるの、こう、あのこうなってくれるんです。ここがね、私のね分かれ目なんですよ。ちょうど分かれ目だから生え方的にこうなるの。今日はそれをこの辺を巻いただけで、家でもこう結構こうです。まあね、あのメイクしてない時とかが多いから漏れないけど。これにポニーテールってしたらこうだよ。そうね、なんか謎空間生まれる。今日は隠していきます。お、一緒だみたい。いい子な時もあれば、もうすごい自我ありすぎでしょうな前髪の時もある。困りますね。ツアーの時とか事前に決めてますね。決まってます。候補とかはね、どれにしようかなとかはねあるよ。結構今月来月結構対バンイベントあるじゃないですか。髪型どうしようかなって思ってます。いろんな髪型できたらいいね。よいしょ、ちょっと寒かった。まず衣装もなんだろうっていうね感じ。コラボさん、青春サブリミナルはもう私一生言い続けている。青春サブリミナルとトリガー、私めっちゃ最近超聞いてる。聞いてますね。笑って笑っても私の最近の頭の中のエンドレス楽曲です。エンドレスで聞いてます。楽しくエドを作り方が一緒。
まあ、今日ね、あの準備してる時ね、レノンだっけな、歌ってた。あ、私の今のあの何音楽のさアプリ開いたらちょうどこの空がトリガーでした。何が一番聴いてんだろう。どうやって見るんだこれ。どうやって見たらいいの。見方が分かんないな。再生最近聴いた曲とか、なんか一番聴いてる曲、なんかどうやって聴くんだろう。どうやって見るんだろう。あなたのランキング、あ違うな。どうやって見るんだ。見方が分からない。プレイリスト、あプレイリストの下、あこれじゃない、したら再生回数知りたいよね。あー分かんない。いや私多分ねすごいね、全然なんか正しい使い方でき、正しい使い方とかもないかもしれないけどさ、え着歌に設定とかできるの初めて知ったんだけど、すごっ。すごっ、初めて知った。知ったい。そうなの、すごっ。何でもできんじゃん、すごいね。私は LINE ミュージックさんをね入れてますね。すごっ。知らなかった。レベルアップしました。私ね皆さんのさ再生回数というか、こんだけ聞いたよーのね回数の見方よく分かんないよ。あの使い方が分からない。見れるんだろうけど、あっ出た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 、危ない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 、著作権怖い怖い、危ない危ない。ああイヤホンのあれブルートゥース外れてたからね、危ない。イントロどうみたいなそんなつもりはないのよ、押しちゃってた。危ない危ない。ずるずる大空ビョンとの、おお、よく聞きますね。こんにちは。おお、お疲れ様です。同じ今1時間今1時間で合ってる。おお、ね、ランキング気になるね。私も気になる。でも見方がわからないので諦めます。今見るのは諦める。よいしょ。私の予想ランキング、そうだろう、なんかどこだろうね。もう私はプレイリストはこの上位が占めてますよ。もう移動するにもクラブさんの移民さん、まあ上位はあのシャッフルにしてたらね関連で流れてくるので上位も聞いてる。一応聞いてる。結構あのあんま飛ばすとかない しないね。うん、流れてきたものを私は聞きます。あ間違った、ちょっ
ょっと音量をとりあえずちっちゃくしないと怖い、触るのが。ね、そうシャッフルが楽しいんだよね私は。おお、これが来たーってね。自分のトップ5？いない。君夢結構ありますよ、君夢聞く時も。私本当に見方がわからないんだけど、あの見方がわからないか、私がね、なんか触り方、なんかあの見てる場所が違うと思う。あのアプリが悪いんじゃないです、私が何もあの調べずにというか何も知らずにあの見すぎているだけなので、あの、はい、トップページからランキング、あ、トップページからランキング、ランキング、あ、これ、あ、これ、あ、あったあった、あ、ここだ、これでした。あ、え、聞ける、再生回数。え、でもなんかそう考えるとあんまりなんかないのかも、なんか恥ずかしくなってきた。発表、発表の、発表のなんかさ、あれなんだけど、あれですね、まあ私のアプリは、私が一番音楽を聴くときは練習のときなので、すごい それが分かりやすい感じになってるなっていうのいきますね。え、なんかアーティストさんのさ、アーティストさんというかアイドルさんしかいらっしゃらないんですけど、まあいっか、仙台の対バンで、対バン？ツーマンライブでのかな、多分わざとあざとエキスパートが一番聞いてました。聞いてました。その後も聞いてたもんね。好きなんちゃ。そう、一番聞いてた。その次があの勉強用の BGM、 勉強用 BGM、 全然勉強とかっていうわけじゃなくて、そのいい BGM なのよ。カフェ BGM 聞いてます、2番目に多いのが。その後があのネモハモヌーマーでツアーでね、なんかね、あの本番用の音源とかを聞いてたりもするんだけど、それで練習したりもするんだけど、やっぱパッて練習するとか、なんだろう、歩きながら聞こうっていう時とかはやっぱりこうアプリで使うことが多くて、その次リバーですね、あのツアーですね。そんなさ、結構ダンスというか、まあ覚えた系な、結構何回も何度も何度も練習した中で、あの2位がカフェなのがすごいね。カフェ BGM、 勉強用おしゃれカフェ BGM なのが2位なのが我ながらすごいなと思います。そう、ハニカミショート、イグザルト、今日も君の夢を見たんだ。これさ、私がこれダウンロードしてるものしか入ってない。あ、そんなことないや。そんなことなかった。どこまで行ったの？スー好きじゃない。あ、スー好きじゃないよ。私めっちゃ聞く。めっちゃ聞くのよ。好きなのよ。あの、教えて花だよりに出演させていただいたときに、あの、好きな先輩方？イコノイジョイの好きな楽曲だっけ？先輩方の。あったんですね。そうと、好きな楽曲と好きな衣装、どちらもスー好きじゃない書かせていただいてます。青春サブリミナルも
衣装も楽曲もかけさせていただいてます。はい、好きなのよ私、すっごい好きなの、すっごい好きなの好きなのよ。あの語彙力なくなるぐらいには好き。言い方がね、そうそう。なのであのツアーの東京公演でね、あの瀬戸里にね入ってたんですよ。もう超嬉しかったですよ。もう試験会場の環境音、え、なんか良さそう、調べてみるね。良さそうね。あの BGM はね、なんだろう、結構お家で作業してる時とかにもう流してるんですよ、ずっと。そういうのでね多いんだと。在宅ワークはしてない全然全然。え、待って、え、これって絶対だってだってときめきだよ。楽しい。楽しい、楽しいですね。想像するだけで楽しい。こんにちは。雨の音って急に雷鳴るの初めて知った。雨の音あんま聞かないね。森の音聞く、なんかドーンみたいな、ドーンドーンみたいな。自然界の音とはまた違うの、重みのある、なんかジューンジューンジューンみたいな、一緒流れてる森の音は聞くね。そう、うんうんうん。あ、パチパチパチ、焚き火みたいなのもあるよね。パチ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 ってね。最近はね、寝るとき音楽聴かなくなったな。なんか部屋を真っ暗にしてこう上向いてたら寝てる。まあ呼吸だね、呼吸です、呼吸。あとね、私の最近の七不思議また新しく誕生しました。まあ、今までが何があるかって言われたらちょっと覚えてないんですけど、あの寝るときに私なんか美月のねモーメントでなんかちょっと似たようなの見たんだけど、あのなんかすっごい狂うと思って、あの、まあ、美月のモーメントでぜひ見てください。であのなんか私はあのいつも謎なことがあって、朝起きるとどんな姿勢で寝ててもベッド布団があるじゃないですか。でここが頭だとすると布団がこうなってんの、上の布団だけ。もうどんだけどんな寝方をしてても朝こう布団だけがこう横にずれてて、はあ七不思議だーって思ってる。なんかうつ伏せで寝る時もたまにあるのね私。寝れないなって時はうつ伏せで私が寝やすいのでうつ伏せで寝るんだけど、朝起きたら体もまっすぐもう上向いてんの、仰向けになってて、それも不思議だし、片足な足が布団から出てるかどうか分かんないけど、とにかく半分布団から落ちてんの、掛け布団が。そう、私自身は比較的まっすぐなのに、布団だけが斜めになってんの、
なんでと思って、仰向けで寝てても布団だけが斜めに朝起きたらなってんの。そう、不思議だよね、不思議。そう、たまにだから寒い時とかは、寒い時、うん、とかは自分も斜めになってる時もあるけど、その布団に向かってね、布団に合わせて斜めってるんだけど、そもそも斜めにしなくていいじゃん、まっすぐで寝たんだからまっすぐのままでいればいいのに、自分がね。なんでか斜めでとどまってんの。しかもほんと同じ角度、ちょっとここがまあ布団のあれだとすると、ちょっとこんぐらい、こんぐらい斜めなの。そんなの、ほん若干なの、ほんとちょっと布団が落ちたぐらい。謎だよね、謎。そう、朝起きたらなって。で今電気毛布使ってるんだけど、下にね引いてるんだけど、前面にあるから、この斜めの側にいっぱいあったかいとかそういうのでもないのよ。全然そういうのはなくて、なくてこれ。一周、まあ昔は一周してたからね、昔はね、今はねさすがにしてないです。一周してたらさすがに気づく、いろいろものがなんか投げ倒されてそう。物の場所が変わってそう。うん、まるえさん、うなぎまるさん、はじめまして、よろしくお願いします。コメントもありがとう。まあね、私なんか寝落ちしちゃう時とか途中で起きるけど、布団の上で寝てる時なんか一回起きるとかないから、どう寝てるかは知りませんがね。リノさん、こんにちは、よろしくお願いします。確かに一回テント20度ぐらい、165度ぐらい回ってんのかな。あ、 0.8 周ね。私一回テントちょっと考えてた。確かに 0.8 周でもいいか。寝落ちはね途中で起きるね。あ、寝てた。私のお家は寝落ちしないようにしてる、比較的ね。たまにするけど、寝落ちあーってなっちゃうけど、布団以外で寝心地いい場所を作ってないです。そう、寝心地悪い布団以外だとなんかしっくりくることがない。そう、こたつ出してないしね今年。そう、たまにしちゃうけど最近はないね、寝落ちというものは。そうね、ソファーあったら寝るかもね。ソファー置いてないね、座椅子ですから私は。座椅子、最近座椅子もね、座布団のように使ってる。あんま背もたれを出さずに使ってる。座椅子をフラットにした形が私の最近のベストポジションとなっております。座椅子がちょうどいいよ、場所取らないし。あ、ホタテあるよ、ホタテ。ホタテというののクッションですが、座椅子の意味、たまーにねご飯食べる時とかも気分で背もたれカカ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 ってあげたりしてる。ね、座椅子もねいいんだけどさ、私ほんとお家で極力楽をしない人だから、なんだこんなにって思われるかもしれないけど、背もたれがあると
こう回っていかなきゃいけないじゃん。でも背もたれはないともうそのまま座れるのよっていう話。だから座椅子背もたれつけてもすぐ戻しちゃいます。そんなにって感じでしょ。なんか気づけばそうなってた。なんかその意識的にあこれ背もたれなくした方が楽だっていうわけじゃなく、なんか一回倒してみたのね。そしたらなんかそれがしっくりきたみたいな感じ。そうなんか極力楽をしたい人だから、私はもうなんだ座椅子の場所から一歩も動かずに、あのメイクと髪の毛とかアクセサリーとか一式揃ってるし、もうあのそこから動くことあんまりないです。そうお家はね、そう配信もすぐそばあんまり動いてない。うん動きたくないわけじゃないけど、まあ動きたくないんだろうね。お家はね、運動するのとかは好きよ。お家は別物。うん、ここに座れば揃ってる。座椅子のナイスな使い方よ。家が2畳2畳に収まるかな。物はね多いからね私。物っていうかね、物が多いかも。物多いのよ私。物は多い。心配性でね、何でもかんでもね、あのこういった場合にはみたいな時に応用適応するために物も増えていってます。紙袋便利だよ。まあ紙袋にもよるけど、そう紙袋は結構便利です。あとちょっと荷物入らないって時に結構、まあ私めっちゃするってわけじゃないけど紙袋入れたりするよね。同志はいる？仲間はいる？仲間いますか？あとちょっと。そう。なんだろう。洋服屋さんの紙袋とかってめちゃめちゃ可愛いの。その日の服にあったりするのよ。なんかデザイン性あったりしてね。ものによるけどね、ものによるというか形とかにもよるけど使ってる時もある。うんそうそうそう、意外と使えますよ紙袋も。あとね、なんかよくテレビとかで見るな、収納として使うとかもねよく聞いたりしますよ。お腹空いてきた。お腹空いてきた。まあね、あってもあったら便利かもしれないけど、なくても困らないからね。紙袋は比較的。ね、配信終わったら何か食べようかな。カニいいね、いいなカニ最高じゃん。配信今日は割ともうゆっくりだから、私のねテンションがゆっくりというか、なので2時間できたらいいね。あと40分ぐらい
いいなドーナツ。ドーナツね、この間ね桜食べようかなって思ったんです。今世の中桜のドーナツ多いじゃないですか。食べようかなって思ったんですけどタイミングが合わず食べれてないのよ。今日ねお弁当でエビフライ入ってたの。エビフライ、お話し会のね時にいただいたお弁当です。抹茶スイーツ食べれてないけど最近皆さんがたくさんメンションしてくださるのですごい食べてる気分にはなってます。たくさんね、抹茶黒蜜パイ、うん、あてる、わらめ抹茶黒蜜わらび餅パイ、美味しそう。13日ぐらいからだよね。そう、抹茶の季節だから家族と今って抹茶季節なのかなみたいな話から、抹茶のお茶茶摘みのさ歌ってあるじゃん。それで88夜っていう歌詞があるから、あちょうど88日だったら今ぐらいかもねみたいな会話をしてて思い出した。でこれはもう福岡県だけかもしれないんですけど、その茶摘みの歌が福岡のローカルの CM、 福岡のお土産の CM で替え歌というかCM 版の歌詞で流れてるのねテレビに。だからその曲を思い出そうとしてもなんだっけみたいな、 CM の歌詞が出てきて正しい歌わかんないっていうのにこの間なってたなんだっけなんだっけって言ってお土産の CM をまるまる歌ってたっていうね。そう、替え歌の方で覚えちゃってた。みつさんはじめまして、よろしくお願いします。そう、ご当地あるある、そうなの。福岡もねお茶有名だからね、嬉しい。お土産コーナーとか見たら抹茶の系もあるよ。抹茶お茶系の、うん、お茶といちごがやっぱ多いね福岡の。そのお菓子系でいうとスイーツでいうと多いなって思います。あとは豚骨味、明太子味、二強じゃない多分一番よく見る気がする。いちごも美味しい。ねえ抹茶豚骨いいよね。あ、1番と2番の歌詞がさ混ざったりさ、なんだろう、もうさ歌ってさもう人それぞれの好きな歌詞とかあるじゃん。だからそれが2番とかにあったらさ、2番をより意識的に聴いてたりするとそこがね1番に入ってきちゃったりするよね。歌詞を歌おうってするとあーこれ2番だってわかるよ。すごくわかる。夏も近づく88夜、何もやむにもわがばかしげる。だった気がする。うん、歌ってね歌
しいを見れば見るほどいいですからね。歌詞ってな。A メロ B メロですかね。行き来したよね。たまにさ A メロ B メロC メロとかの並びじゃなくさ、あの A メロ A ダッシュみたいな B メロ B ダッシュとかあったりするとね、あのうおーってなる。だからあの何かあるってわけでもないんだけど、おお、これは A ダッシュとかがあるんだ。何の曲だったかな。歌詞カードを見た時におおって思った曲があった。ジョイの曲じゃないです。はじめまして、トールさん、よろしくお願いします。村山優香です。歌詞カードの並びを見ないとこれだって難しいですね。何だったんだろう。いや、先輩方の楽曲です。ニコノイジョイの時とかカバーさせていただいた時にその歌詞カードを見てわって思った時があったんじゃないかなと思います。歌詞カードはあーないね。あの楽譜ではないから、確かにね、同じの同じなんだ歌詞でももう一回書いていただいてます。ありがたい、とても見やすいです。ちゃこちいちゃん、よろしくお願いします。お茶の話今してたからすごいタイムリーですね。ありがとう、来てくださって。あら、すごいすごい言い残して出ていくやん。そんなん言っちゃっていいの、言っちゃっていいの、絵文字もついてるけど言っちゃっていいの、言っちゃっていいの。言っちゃっていいのか。ウルトラレアケースどうなってたかな。 A メロ B メロとかあったかな。サビとかどうなってたかな。ブロックでは分かれてたのみたいな。確かに歌詞タッチするとねそこ飛べるの結構ありがたい。自分練習の時めちゃめちゃ利用させていただいてます。ここから練習したいとか、ここが分からないからもう一回練習しようとかよくしてますよ。こんにちは、あれれれれ、こんにちは。今茶摘みの歌がエンドレスで流れてしまう。ね、今みんなお話し会してるんですよ。私は1人部だったので、だけど3、4、5部までありますからね。茶摘みってどんな感じなの、どんな感じなんだろう。抹茶好きとして知らねばならぬね、こういうのは。まだまだ抹茶絵が足りてない。さんよろしくお願いします。失礼しました。
YouTube で茶摘みしたいですって。いいわ言わないと、茶摘みの時期じゃない今わかんないけど、いいわ言わないと、うん、嬉しいです。なんかイコノイジョイチャンネルさんも結構好きなこととかね覚えてくださってたりするので結構嬉しい。好きなこととか苦手なこととか覚えてくださっててめちゃめちゃ愛があるなと、愛を感じます。嬉しい。茶摘みの時のお洋服なんか仲いいね私おばあちゃん家行ってたまになんかお手伝いとかしてね、なんか育ててるから一緒にねなんか手入れとかしたりするときにこういうのつけるの、こういうのこう完全防備だーみたいなね、そういうのをねするの結構好きですよ楽しい。一つの芯に二つの葉を取るっていうことかな。麦わら帽子とか何でもかでもなんだな、なんだっけな、なんかこう給食エプロンみたいなやつとか着たりして、なんだっけ出てこない、ここまでいるのにパッて出てこない、そうが着たりしてますね。逆にそこを残す方ね。すごい。割烹着。割烹着かも。パッて。あれあったかいんだよね。割烹着めっちゃいいよ。料理するときとか、もう汚れ知らずって感じでできるから。めっちゃいいです。なんかね、なんか乗っててくすぐったいんだよね。こっちの目だけ。目描いてるときたまになんかすごい目しちゃってるから隠しながら目描こそう、え隠しながら目描こうって言いたかったです。花粉症じゃないよ。この間ねすっごいこんぐらい長いあのなんかまあ洋服の繊維みたいなのがあのまつげに絡まって中に入っててガーってここってわかるけど取れないってなって結構戦ってました。そしたらこんぐらい長くて、いやーこれ痛いわーっていうなった10分後ぐらいにまた違う気が入ってグワーってなって、どっちも右目なの、なんでよくわかんないけど右目の方が多分まつげが生え方、まつげの生え方とか関係あるのかな、わかんないけどなってました。透明のねなんか糸のような繊維が入ってて痛ーってなってましたね。あ、40分だったら誕生日するので忘れないようにしようね。心に刻んでありがとう。まつげね、あとなんだろう、まつげ美容液塗ってると新しく生えてくるすごく短いまつげがいたりするのね。それがね逆にねなんか目に刺さりかけたり、刺さるというか当たったりするとねチクってする、あなる。まつげ美容液様様ですから私のまつげは。昔の写真とか見ると全然違くてびっくりする。うん、こんにちは、こんにちは、マツイクしてるよ。わあ、デコ出し、そんなによ、なんかびっくりしてくださってる方も嬉しいね。やった、ありがとう。確かに解放ってなるよね。こんにちは、こんにちは。
まつげは強いよ。今日って土曜日？土曜日か。最近お昼に配信してることが多かったから、お昼朝か、朝配信してることが多かったから。この時間もいいね。あんまりしないよねこの時間。お話し会終わりでもあんま配信したことないかも。なかなかね。この髪型で MV 嬉しい。そんなにも言っていただけて。風が吹かない系のだったらやってみたいね。風吹いちゃったらすぐここだけピョ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 って短いからなっちゃう。朝眠いよね。目に光めっちゃ入っちゃった。はい、入るようになっちゃった。キュルキュルになっちゃう。今日はロングブーツ合わせたよ。ロングブーツもう感動で涙が。ロングブーツ黒ですね。黒のブーツ、この中が黒あれ着てるから黒かな。黒が無難なもん、服しか私は着れない。無難でいっちゃってるね。全身写真撮りました。漏れてるのがあれば投稿します。漏れてると信じてください。ヒールはどれぐらいだろう。これぐらい5センチとか。そんな高いのね普段は履かないです。足くじいちゃいそうだから。メガネの写真もあげますね後ほど。写真選びから始まります。すごい久しぶりに2時間ぐらい配信してると、顎がマッサージ。一番高いので7くらい、これぐらいの、あのな、ちょっと昔にあるねすごい一番なんかヒール高そうなロングブーツが、あれが私人生で一番厚底かも。いつぐらいだろう。うん、おしゃれは我慢ですから。冬とかね、私はちょっと寒さの方が勝っちゃったりして、あの暖かくすることを優先のお洋服着ちゃったりもするんだけど、まあねスカートとかね短かったり、冬でも短いスカート履いたりするのもあるしね。寒いけど頑張るって感じだよね。もうこれに関しては葵さんかな。はじめまして、よろしくお願いします。同じ名前だ。あ、なんか見たことあります。こことを信用しないか。すごいすごいですよね。高いヒールで踊れるのすごく技術がすごい。ツーショットのお洋服、おお、でもツーショットの日とかにはまだもうあったかくはなってきてそうだけどね。私もなんとなく、あとちょっと決まってるものもあれば
ちょっと何パターンかで迷ってるものもありながらって感じですかね。楽しみですよ。半袖は全然ちょっとまだまだ先ですよ。私ね、6月くらいまでは全然半袖着なくていける気がする。一回5月に暑くなるけど、5月の暑いはまだ耐えられるし、日焼けしちゃう方が嫌ですね。長袖で、私そんなね代謝が悪いので、逆に言えば長袖でもそんな苦しいとはならないんですよね。まあ上着はね、こんなこうジャケット的なのじゃなく薄手ですけど、そうなんか暑くなる時あるよね。おお、君はじめましての方がよろしくお願いします。ゴールデンウィークの頃か、ゴールデンウィークね予定入ってますもんね。5月1日かな。嬉しい。お見通しじゃん。そこすごすぎじゃん。はじめましてこんにちは。おお、肉フェス、肉フェス、なんか私なんちゃらフェスってあんま行ったことなくて、てかあのなんだプライベートではあるか。うーん、あーくしゃみ出そう。ちょっと待って、はっばあ。プライベートでなんちゃらフェス行きたいねーはあるけど、結局あんまり行けたことなくて、行ってみたい。これからね、東京すごくない？なんちゃらフェスって多くてびっくり。いつか行ってみたいね。くしゃみしないよ。くしゃみ止めた。くすぐったいけどちょっと。出させていただいたりっていうのはあるんですけど、自分がそこの場所に行って何か買って食べてとかあんまりないのよね。肉フェスも毎年恒例ね、かな。あのね、芋のフェスしてた時とか、あとね赤レンガでイチゴしてた時すごい行ってみたかった。あと餃子、餃子の時は行ってみたかった。タイミング合わず行けなかった。ねえ、行ってみたい。すごいメニュー見てたもん。いろんなところでメニューも見てたし、テレビとかで流れてる映像を見ながら、あ、美味しそうとか言って言ってました。そう、私最近餃子の魅力に気づいちゃってるから、気づいちゃったんですよ去年の冬頃から。餃子って美味しいと思って、餃子の魅力気づいちゃったよ。餃子結構量食べれそうな気がする。パクパク食べちゃう。昔さ、なんか餃子、おばあちゃんちとかでね餃子包んで焼いてみたいなしてたけど、すごいめっちゃ食べたっていう記憶はないのね。まあ、なんかほどほどに食べたっていう感じなんだけど、なんか今そういうのするとあ、いっぱい食べたーっていう気持ちになりそう。
幸せ。ね、餃子は焼き餃子も好きだし、水餃子も好きだし、蒸しも好きだし、全部好きなのよ。本当になんか餃子というそのもうジャンル全部好きですね。嫌いなものない。本当に嫌いというか、嫌いじゃなくても好きな方ですね。普通でもない、嫌いと普通ではないです。キャベツ、ニラとキャベツとかいろいろあるよね。全部好き。しかも昔はニンニク抜きみたいなのを食べてたんだけど、もちろんニンニク抜きも美味しいし、ニンニクがあっても美味しいと思って、ニンニクって美味しいってここ1年で気づいた。ニンニクのねドレッシングとかをね作ったりするの、おいしいってなる。肉まんも好き、わかる。私この間肉まん買っちゃったもん、めっちゃ寒い日に。もうね今年の冬あんま食べるつもりじゃなかったんだけど、もう寒くて食べたくて仕方がなくて買っちゃったよね、ついつい。ニンニクのドレッシング、そう、ニンニクと醤油と少しの塩味、うん、十分で作ってます。と本当は油とか入れたりするとちゃんとドレッシングっぽくなるんだけど、油はちょっと控えながら水で量をかさ増しというかしたりしてる。濃いとねかかる範囲が少ないから濃いけどってなっちゃうけど、水で薄めて薄めるって言ってもすごい水って感じじゃなくて、ほんと小さじ2分の1ぐらいの水でちょっとサラサラにしてそれをかけます。ドレッシング私作るの好きなの。あとよく作るのはね、まあこれはドレッシングというか私の好きな味にはなるんだけど、らっきょう酢、らっきょう酢と醤油と塩コショウとみたいな、塩コショウじゃなくてもちょっと塩、中の塩とか好きだね。本当は酢と油があってこそのドレッシングだとは思うんですけれども、油を極力入れないようにしてます、私はね。自分で作るとそういう利点があるからね、好きな味に寄せられるというか。らっきょう酢めっちゃ美味しいのよ。普通の食なんだ酢、お酢なんだけど甘い酢、美味しいのよ。らっきょうの味はしない、するのが正解なんだけど、なんからっきょう、あでもどうなんだろう、らっきょう最近食べてないからどんな味だったかちょっとピンとこないな。あっちゃんさん、よろしくお願いします。らっきょうっていうひらがなに酢のね、らっきょう酢って確かにコンビっぽい。コンビニで買ったやつの再利用、コンビニでも売ってんのかな、どうだろう。美味しいよね。こんにちは。あとね、気分で辛いコチュジャン系の味噌入れたり、普通の味噌マヨネーズ、ごま、醤油、砂糖、全部入れちゃった。この組み合わせも好き。私はあと好きな調味料の一つとしてごまめっちゃ好きなの。調味料トークしてるごまめっちゃ好きなので、グッピーさんよろしくお願いします。ごま美味しい。ごまはあればあるほど嬉しい。業務用買ってるもん私よく。ごまどれってわけじゃないけど、何でもごまえにしてる。何でもかんでも、そのドレッシングつける時も作る時も
あのごまは入れてる、なんか、あ、白ごまだね、確かに。そうそう、白ごま、ごまは何でも美味しいよ。あと最近、うわーこれめっちゃ美味しいって思った料理があって、あのもやしをね、レンジで、まあレンジじゃなくても湯がいても、まあ、とりあえず火通すんですよ、もやしに火通して、それに私のお家にね、今ね、あのアサリスープの素、味噌汁じゃないアサリのなんか出汁のね、アサリとわかめのねスープの素があるんだけど、それをね入れるとね、もうめっちゃめっちゃ美味しい和え物が出来上がってしまって、アサリ、アサリですね、私の発音がね、アサリ、アサリの、アサリとわかめの、うわ、あ、ん、アサリとわかめですね、おスープみたい、お吸い物みたいな、そう、お吸い物の粉みたいなのを入れるともうめちゃめちゃ美味しくって、なんじゃこりゃ、スープの素って味濃いじゃん、お湯で薄めるようだから、なんかちょうどよくて、そのもやしの水分といい感じに和え物になって美味しい。なんでもスープの素とかね結構使いますから。和え物はね、鶏ガラとかコンソメとかとりあえずパパッとね振りかけちゃえばもうすごい美味しいものが出来上がるから、鰹節とか塩昆布とかそういうあの系をぴょっと入れるともうね、あっという間に美味しいものが完成、一品完成ってなる、ちょうどいいよ。冷蔵庫あるもので、ああそういうの好きかも、結構普段がね冷蔵庫あるもので何しようって感じだから、そうそうなんです。なんか来てる、ラッキョウ酢はラッキョウ漬けを作るときに使う調味された酢だって。へー、そうなんだ、美味しいよラッキョウ酢、私大好き調味料。誰でしょう、私の救いの手ですから、救いの、救い、ん、え、救いの手を差し伸べ飛ばしてくれる連絡が来た。誰だろう、知らない方がいいと思うよ、そんな人じゃないですけどね、配信見られてるって思ったの、なんかわーってなっちゃうでしょ、だから内緒ということで皆さんのご想像にお任せします。いろんな調味料ね、そうだよ、あるよね、料理ってほんと深いから。誰だろう、誰でしょう、すごいみんな意外とコメント来てびっくり。こんにちは、服返してない、なんならこの間ヘッドホン借りてきた。言わずに借りてきた、今度返そうと思って。借りを増やした、今度会った時に返そうって思ってます。会ってないのよ最近、あんま会ってなくて、ね、そう、いっちゃんこんにちは、よろしくお願いします。いやいやいや、使ってないより誰かに使ってもらった方がそのものも喜ぶよね、というわけです。うん。使ってなくて置いてあるよりね、使ってもらってた方がいいでしょ。
ということで40分になったので誕生日をしていきたいと思います。13位ケイジさん、ありがとうございます。12位野菜さん、ありがとうございます。11位ゆうとくん、ありがとうございます。10位空の魚さん、ありがとうございます。9位げんさん、ありがとうございます。8位みどさん、ありがとうございます。お、変わった。13位ふせやんさん、ありがとうございます。合ってるかなとは。で8位げんさん、ありがとうございます。7位みどさん、ありがとうございます。6位ちゃーちゃん、ありがとうございます。5位茶柱さん、ありがとうございます。4位おひつじさん、ありがとうございます。3位しげちーさん、ありがとうございます。2位オベロンさん、ありがとうございます。そして1位しのちさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。よいしょ、ありがとう、今日も見てくださってありがとうございました。よいしょ、スクショタイムでもしますか。ちょっと待ってね、髪の浮き方が違うかった、多分この辺。あ、この子後ろだ、絶対違う、ここ違う、ここ違う、こうかな、そしてこう。あ、なんか来ちゃダメか、いやいや、直しとこ、よし、はいチーズ、はいチーズ、取れたかな。いけたかな、いけたと信じます。取れた、よかった。またねかちゃんたくさん見られて幸せだった、嬉しい。明日も、そう、明日もオンラインコメントお話し会楽しみに待ってます。明日はどんな感じなのか、またお楽しみにしててください。明日は違うかも。何時頃だろう。また決め次第ご連絡します、ご連絡します。業務連絡みたいになっちゃった、ご連絡いたします。ありがとう、平和だった、平和だったね。オフショットも通ってるのでまた投稿しますね。明日も、あ、嬉しい、明日もよろしくね。明日は博多弁の日だから、皆さん博多弁楽しみにしててください。私も楽しみ、博多弁で話すことなかなかないから嬉しいですね、博多弁喋れるのが。まあ普段も喋っちゃえばいいんだけど、なかなかそういう機会がないからね。ということで、ではそろそろ、あ、ね、明日は予習を、なんか皆さんの博多弁も何か聞けたりしたいな、なんかね嬉しい、なんか博多弁とかね、方言でね帰ってくるのもすごい嬉しい、いろんな方言聞けると嬉しいな。あっという間ね、配信、オンラインの後の配信も見てくれてありがとう。ではまたね、バイバーイ。今日も良い午後をお過ごしください。お腹も空いたし、ご飯も食べたいと思います。皆さんも良い一日を、いっぱい食べていっぱい寝てね。また明日元気に会おうね、バイバーイ、ありがとうございました。